ジョン・ピーターソンの、この回でも大体なんか RPG の話になるとやたらと名前が出てきて、かつ、何ですか、プレイング・アット・ザ・ワールドっていう本を扱ったのがかなり前なのでという、その本を扱ったのも結構前なんですよ。2015年とか、そんぐらいなんですよね。私もいなかった頃だしというのもあって、それ以後のピーターソンの、活動というか、についてご紹介するということでお話しします。まず資料は皆さん言ってますか？4枚刷りで、最初の2枚は、まあ文章なんですが、その後に図と年表のやつで4枚ですね。ちょっと全部説明してるとかなりの渋滞を起こすと思われるので、どうしようかなという感じなんですが、D&D のちょっとバージョンの話については、これ整理しておかないと、今後も含めて、この辺の話するときに、どこの話をしてんのか何なのかっていうのが混乱して良くないので、補足資料 A と言ってるやつですね。これにまあ、D&D のまあ70年代、80年代、90年代、0年代、10年代と来て、今20年代に入ってどうなってるかというのが、ざっと見れるようには作りましたと。で、B の方、補足資料 B の方ですね。これもね、またこれ、情報量があまりに多すぎると思うので、ただ、まあこれも年代別になってて、今度は D&D 及び、その RPG 業界みたいなのトピックをずらずらずらと出してみた感じです。で、これが、例えば会社の中でこれが起こったから、そのルールブックがどうなったとか、逆にルールブックがこうだったから、それに付随するフィクションがこうなったとか、いろんなこの、セルごとの関係というか、すごくあるんですよ、D&D は。まあ、マルチメディア展開的なこともあるし、あと、他の RPG がどんなの流行ってたとか、その頃のファンタジーシーンで流行ってたのがどんなのがあるとか、あと、それと対比して日本はまた全然ちょっと別の歴史があるとかっていうことがあるので、まあ、補足資料の B は作ってはみたけど使うのかなという感じですね。まあでもちょっと話が、入り組んだところに入ってきたときは、やっぱこういうものを見ながらやった方がいいのかなっていうことで、後のことも考えて作ってみましたと。でですね。D&D の認識というか、班のこととかって分かる方ってどんぐらいいるんですか？例えば今ご班があってどうのこうの。はい。まあ、まあね。あと今 OpenGL でちょうど D&D が揉めてるけど、その背景がどうなんだとかっていう話は。はい。ピンとくるのは。揉めてるということは知ってます。だから、ウィザーズが暴れると、パスファインダーの Python の株が上がってるという現象が起きてる。そうですね。で、その Python っていうのも、TSR からウィザーズになった時にこう、分かれてった会社というか、最初は、ドラゴンマガジンっていう雑誌の編集業務を委託するために、リサ・スティーブンスなんだっけ、Python って。そういう。リサ・スティーブンス。覚えてない。あ、そうですね。創業者リサ・スティーブンス、今はどうなんですかね。まあまあ、そういうふうにまた人名が出てきてっていうのもあるし、D&D のこの手の話、私と岡田さんで始めてしまうとですね、あっという間に時間なくなってしまうので。まあでも、この表だけでも、どっかにあげる価値はあると思います。そうそうそう。だからこういうのをね、一から自分で調べようとすると非常に、10年かかってしまうんで、まあ。何班の話とかっていうのは、こう、説明ないとわかんないですよね。何班の話？D&D ラインと。
オリジナル D&D ラインと、こう、クラシック D&D ラインがあるんですね。うん。その、ベーシックとアドバンス系、じゃあ、図表の A を、まあ、じゃあ軽くやっちゃいましょうか。そうですね。うん。で、じゃあ図表の A、左から簡単に説明していきます。色のついた四角で囲ってるのが、プレイングザ・アット・ザ・ワールドで囲ってるところと、あと、前、コボルド RPG デザインだっけ？コボルドゲームデザインだっけ？なんかその話した時にも、はい、うん、出たけど、これだけ時代の隔たりがまずありますということですね。と同時に、その時に、主流だった D&D のバージョンというか、もう違いますと。で、一番左60年代のところをプレイングアットザワールドという本で扱っていて、それの大まかな流れとしては、まあ、全米各地にウォーゲームのホビーサークルができたところから、デイブ・ウィズリーという人が、ブラウンステインという、ナポレオン戦争の中で、この個人がロールプレイもしてもいいんだけれども、なんですかね、個人の目的達成をするみたいなゲームをしたことがきっかけで、そこの参加者だったデイブ・アーネソンですね。それが、ゲイリー・ガイギャックスが作っていたチェインメールという中世、ミニチュアウォーゲームですか、のルールを用いて、今度はファンタジー世界で遊ぶゲームを催したと。それをさらに、ゲイリー・ガイギャックスのところで実演したら、これを出版しようということになってできたのが、次の70年代のゼロ版とか OD&D とかって言われるやつですけれども、74年に出た一番最初のダンジョンズ&ドラゴンズはこれですと。で、そこの成立過程であった様々なこととか、あと、まあ、後の歴史でこう、クリアにあんまりなってなかった部分とかを、もうやったら詳しく調べて、700ページぐらいの本にしたのがこのジョン・ピーターソンという人。その本が出たのが2012年ですかね。で、ダンジョンズ&ドラゴンズはその後2つに分かれてですね。まあ、ここもいろいろあるんですが、一番、アメリカでメジャーな上のアドバンスとダンジョンズ&ドラゴンズと日本でメジャーな下のまあクラシックという人もいるしベーシックという人もいるんですが、下のベーシックダンジョンズ&ドラゴンズと上のアドバンスとダンジョンズ&ドラゴンズに分かれますと。で、あんまり語られてないというか、そうですね、その意図が、作ってすぐに失われてしまったんですけど、アドバンスド・ダンジョンズ&ドラゴンズ、77年から79年にかけて出たやつですね。これは最初は、トーナメント、RPG のトーナメントというのをやるための統一ルールとして企画されたものでしたと。それに対して、下の系列はだいたいボックスセットが主流で、初心者とか、を意図したんですが、アメリカではメジャーになったのはアドバンスドファーストでした。に対して日本ではアドバンスドファースト、翻訳されてないので、やってる人がかなりマニア寄りの人というか、が、まあ、80年代、90年代ぐらいはいたんですよね。が、それほどメジャーにはならなかったということですね。で、からベーシック系の下の、この版の数え方もですね、アドバンスド系列だと、OD&D を0として数えて、アドバンスドファースト、アドバンスドセカンド、その後ウィザーズ・オブ・ザ・コーストが合った3、4、5っていう風になってるんですが、アドバン、じゃないな、74年版を1と数えて、その後、ホルムズ版77年を2と数えて、3と数えて4、
次メンツア版を4と数えてとかって、ここも何版と言ったときに、混乱があるので、日本のローカルルールとして、ウィザーズ以降の上の3、4、5に関しては、サード、フォース、フィフスと呼ぼうっていう動きが、前はあったけど、今もまだあるのかな。あんまり私、一応ある。私もこの5版が出た時にですね、14年の 5E ってやつですね、時になんかもう日本では展開しないよみたいな話だったのもあるし、海外のサイトばっか見てたんで、私はこの辺 5E とかって言ったりするもするんですが、日本では多分こっちフィフスって言ってる人もまだいます。いると思います。結構、あっち飛んだり、こっち飛んだりしますね。それですね。まあ、完璧な表なんですが、うん、基本的には要は AD&D の A を取って3からは。そうですね。ウィザーズが勝った時にはもう下のベーシック系はディスコンになってたので、アドバンスとかもういらないじゃないかということで、00年の、3サードが出た時に、また、一個にまとまって D&DTO もこれしかないよっていう形になったってことですね。で、その後にあったのが、コボルド RPG デザインで、で扱ってた時期と一緒なんですが、その後、D&D のフォースの方は、あまり人気がなかったのに対して、さっき話した、OpenGL という、ゲームメカニクスを、ある程度、ユーザーなり、他の出版社なりは使って、出版とかしてもいいよというポリシーに沿って出てきたクローンというか、後継というかですね。3E の後継になったパスファインダーの方が人気になってしまうという状況が、まあ、パスファインダーが出たのが09年で、10年、11年から13年ぐらいまでは、その、反感戦争、エディションウォーズという状況がありましたと。そこからの湿地回復のために出たのが、今、現役の 5E ですという流れですね。で、この辺はまあ、ゲームシステムの違いもあるし、どれが簡単で、なルールでどれが複雑なルールだとかっていうのもいろいろマニア的にはあるんですが、まあその辺はですね、おいおいというか中身を見る話にならなければ触れる必要はないでしょうという感じですね。で、日本に初めて入ったのは下のベーシックレッドボックスですね。日本の国旗のマークがついてますけど、それがメンツァー版というやつ。で、これはね、また赤箱、青箱、緑箱、黒箱、プラス金箱っていうのもありますけど、これはレベル別になっていて、これのね、緑とか黒ってあまり実は、英語圏ではそんなに詳しい人が多くない、あまり遊ばれてないやつで、日本の方がむしろ詳しい人がいるっていうような逆転現象が実はあったりもしますし、あと、するからですね、ごめんなさい、ちょっと音がそっちからの帰りあんまり良くなくて。AD&D に移行する人が多いからですね、英語圏だと。そう、英語圏だとそうですね。こっちの、ホルムズ、モルトベ、メンツァーってやつは、低レベルだけこっちでやって、ある程度のレベルになったら AD&D に行ってくださいというような、AD&D に移行してくださいというような、何ですかね、会社のポリシーというか、まあデザインになっていたので、それがメンツァー版が出たのが、これがまたね、この赤箱っていうのが2つ、あるじゃないですか。モルドベーの81年版とメンツァーの83年版。そんで、これとこれが、まあ、これとこれはかなり互換性は、まあ、ほぼ全く同じなんですけど、ちょっと違うみたいなのがね、いちいちあるんですよね。
まあ、この話 してもどうかと思うんですが、水野亮さんのロードストーとその時代っていうインタビュー本みたいのがあるんですけど、例えばそれで議論をしているときにですね、日本で出た赤箱と違う赤箱とかっていう話を水野さんがしてるんですが、周りの人間がもう誰もその話わからないみたいな。マゼンタボックスってのは紫箱っていう風に。そう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 。ちょっと赤は赤なんだけれども、ちょっと色がマゼンタ色なので、マゼンタ箱って呼ぼうっていうような、まあ運動というか、その界隈での流れはあったんですが、あんまり流行んなくてですね、どっちも赤箱として結局知られてるっていう。この2番とか3番とかは、当時のゲームストップとかでも入っていて、僕は3番も2番もイエサブで見たことありますし。当時というのは、80年代。水野さんとかが普通にやったような時は、そうですね、うん。まあまあ、そうですね。はいはい。その後も、私は2000年代に見たことありますが。うん。まあ日本にも、まあ英語版も結構流通してた時期はあったんですよね。そのホビーショップ経由で。まあ、そこがだから、ウォーゲームとかぶってたというか、ウォーゲームやってたような人たちが日本では最初に D&D に手を出したという歴史がまずありますと。で、その後も日本の展開はかなりこう、登ったり下ったりとか、これは出たけどあれは出なかった、この本は途中まで出たけどとかっていうのがあって、日本にはかなり中途半端な形で D&D は入って、てるというのが私の認識なんですが、まあ、アドバンスセカンドは、最初のコアだけ出てすぐ、終わっちゃったと。その後、右下行ってもらって、ルールズサイクロペディア版は、せっかく統合したルールを、またなんか分冊にして出してた上に途中までしか出なかった。その次、00年代の3版になると、ホビージャパンが、かなり強力に展開しようとしたんですが、2年遅れぐらいだったんでしたっけ、あの時は。なので。2003年だと思います。3年遅れ。うん。だから3版が出た時にですね、ここから省略してあるんですけども、アメリカの方では 3.5 版という改訂版が出てるにもかかわらず、その1個前が出てる。日本では。で、4E の時には、日本語版の、何ですか、ブランクは半年遅れぐらいまで縮まったんですけど、肝心のシステムが人気でなくて、その頃アメリカで遊ばれて、主に一番トップシェアだったパスファインダーは日本で出たのはもう10年遅れですね。で、5E になった時には当初英語以外の展開はウィザーズしないって言っていたので、ああ、そうなんだと思って、私も全然そうなんだなと思ってたんですが、それが方向転換になったのが2017年ぐらいでしたっけね。それの頃に、日本語版出るよというように、方向転換があって、出たと。ところが今度はホビージャパン、が、ウィザーズの孫家関係にあったので、ウィザーズとフリージャパンからすると、一個親の会社、ゲールフォースナインという会社ですけど、そことの揉め事に巻き込まれる形で日本語版が止まってしまったりとかですね。まあ、D&D はこう、とにかく順調に出ないと、日本語版は。そういう歴史ですね。まあ、そういう歴史が、ごめんなさい、補足資料の B の方の、このまた日本の TRPG の歴史の中にこう、いろいろ影響を受け続けて、そこの中に はまってるという感じですね。あ、そうか、ロードストー戦記も最初は、D&D として始まりましたというのがあったりとか、まあ、ホビージャパン対かどうかみたいのもあるし、日本と、英語圏では使われてるオンラインテーブルトップの仕組みがかなり違うとかですね。まあそういうぐらいを大体把握してもらえば
ていうところですね。D&D の歴史については。ここまでで質問的なものはどうですか、ありますか？今日はほぼ完璧なんですが、ちょっとだけ補足をさせてもらうと、まず、ウィザードリーとか、ファイナルファンタジーの1とか、のモデルになってるのは、クラシック D&D では実はなくて、AD&D ファースト、システム的なものに関しては。ダナジ、ドルアーガとかも大体それですね。アドバンス D&D ファースト。そうですね。まあ、私も、例に漏れず、ウィザードリーとか、まあ、ドラクエ FF からウィザードリーに遡って、ウィザードリーをから遡って、さらに D&D を知ったみたいな経緯もあるんで、例えばですね、資料 B の70年代のキャンペーンセッティングとかって見てもらうと、まあ、TSR が自作で背景世界を売る前に出てたやつですね。エンパイア・オブ・ペタル・スローンっていうのと、シティ・ステイト・オブ・インビンシブル・オーバーロードというやつがありますけど、これの、なんだ、日本語に訳すと、無敵大王の都市国家みたいな、都市の設定があるんですけど、それの本を、とかマップを見てるとですね、ウィザードリー、コンピューターの、Apple II のウィザードリーが、想定してる街とすごく似てるんですよね。まあ、一人の強い王様が抑えてて、治めてて、街の外にこう、軍事訓練場があって、武器の店があって、宿屋があってとかって、そういうのを発見するのがですね、すごく楽しいというか、それでこういうのを、まあ私、趣味で調べてるっていうのも、あります。まあ、これ名前からしてもウィザードリーのそのままです。そうそう。リルガミン朝だっけ。プロビングラウンズオブザマドオーバーロードってやつね。一応補足だけすると、これはジャージーズギルドってサードパーティーがいるやつなんですね。で、アーネスのワールドなんです。ダイアクスじゃなくて。なので、ワールドの方は主にアーネスだ。アーネスはそこから自分の世界は出したけれども、シティステートそのものではないですね。あ、そうか。はい。うん、まあまあ、そういう、なんて言うんですかね。日本にファンタジーがこう入ってきた経路の大きなところっていうか、まあ、ほぼ大元は D&D というビア物語の二つだと言っていいと思うので、そういうのを逆にたどるのが、楽しいというかね、そういうところを語り合ったりするのもすごく楽しいんですが、じゃあ、それはそれぐらいにして、ジョン・ピーターソンのじゃあ話に移りましょうか。でですね、何か話そうか。じゃあ、私が最初ジョン・ピーターソンどこで発見したかという話なんですが、資料まだ映れないで申し訳ない。補足資料の絵で言うと、5E14 年のですね、ルールブックの、ダンジョンマスターズガイドだったかなの、D&D の、ルールブックにですね、後ろに結構参考文献表というか、こういうファンタジー作品を参考にして君たちはゲームを組み立てたまえとかですね、ゲームマスターならばこういう、ワールドビルディングの手引きになるような本があるよっていう文献表があるんですが、それを出した方がいいのかな。それだけで出してる。出版社でもあるんです。この表の一覧にあるやつの小説を全部出してる。出版社でもある。そうそう。私、ウィキペディアに、写しを持っているので。あ、だから、ハウスリッツライバーとかですね。それはまあ、ファンタジー小説のおすすめなんですが、2014年のダンジョンマスターズガイドの後ろについてたのは、まあ、今リンク貼ったやつですが、
これはダンジョンマスター向けにですね、中世の城はどういうものであるとかですね、今まで出てた RPG 業界の本とか、そういうのがリストになってて、その中に、これのリストを調べてるときに私はジョン・ピーターソンを初めて知りましたね。この中にプリング・ザ・ット・ドワールド入ってるんですが。で、それでまあ、どういう人なんだろう、どういう本なんだろうと思って、調べてたら、ちょうどそのプレイングズ・アット・ザ・ワールドのアマゾンのレビュー欄にですね、本人がこう降臨して、めんどくさそうな D&D ものとこう論戦をしてるんですよ。で、アマゾンのレビューってなんか、仕様がかなり今、その当時と変わっちゃったみたいで、あんまりそれ見れないんですけど、まあ、それでこいつな、なんだろうっていうのに、非常に印象を強く受けましたね。と同時に、この人は、それまで RPG 業界で名前が知られてたわけでもなければ、フォーラムとか、ブログとか、そういうので、有力な論者でも全然なかったのが突然現れてですね、こんな700ページもある D&D の本を出して、こいつは誰だっていう話にやっぱなるわけですよね。で、まあ、資料の最初の方に戻っていただくと、ピーターソンの紹介2分の1ってやつですね。それで私も散々調べ始めた結果、知った経歴は、まあ、こういう人ですというところですね。まあ、プレイング・ザ・ト・ザ・ワールドは、最初自費出版だったわけですが、それが登録されていたサンディエゴ、その出版社が登録されていたサンディエゴに住んでる方でしたと、当時は。ところが今は、もう引っ越しされていますと。で、まあ、本業についてはいいと思うんで、それほど言わなくてもいいと思うんですが、自分は大学文学部中退で全然こういうことを語る資格がないとかっていうようなことをたまに言ったりもするんですが、まあ多分この人文学部を中退してその理系の方に入り直したか何かで、その教育を受けてないとかっていう感じではないですね。かなり本業は難しいことをやってる方ですね。で、年齢は非公開ですが、まあ大体、70年か7から72年ぐらいの生まれなんじゃないでしょうか。ゲーム体験としては、90年代にヴァンパイア・ザ・マスカレード、当時流行ったやつです。のプレイヤーで、00年代にワールド・オブ・ウォークラフト、MMORPG ですけど、これに相当ハマっていた時期があったようです。で、それをその、ワールド・オブ・ウォークラフトの、にすごくハマってて、友人か何かに、一緒に旅行行こうぜって言われて、大英博物館ですかに、連れて行かれたそうなんですが、本人は、いや、ゲームしてから行きたくねえと思って、言いながら、行ったらしいんですが、そこで、ローマ時代の D20 って、まあ、これ、有名なやつなんですが、まあ、画像を出そうか。ちょっと待ってくださいね。TRPG ダイス。これか。これを見たことから、なんですかね。RPG とかゲームの起源みたいなことに興味を持って研究を始めたということらしいです。でですね、その本を、2012年の本を出す前にも、いろいろ足跡というかは、まあ私がかなりストーカー的に調べまくった結果、いろいろ見つけたんですけど、デイブ・ウィズリーさん、まだ存命ですし、ブラウンシュタインっていうさっき紹介したゲームですね。これはリプレイアビリティがかなりあるものなので、それの、実演とかに参加したりしてる写真とかも
私見つけましたという。でグランオスタインね、この、まあ、ウォーゲームと RPG の中間みたいなやつなんですが、それは、そこのリンクから、見ていただければ、かなりゲームこれやることも可能ですね。ただ、まあ、最低とかどうするんだろうとかっていうのはあるんですが、そこから、興味ある方は見ていただければと。で、その、本が出た当時の北米の RPG 界の状況なんですけど、まあ、さっき話したように、D&D の 4E とパスファインダーがこう、立場が逆転してしまっていたっていうのもあるんですけど、第三勢力としてですね、まあ、OSR シーンっていうのが、こう、流行をしていて、OSR っていうのはオールドスクールルネサンス。D&D の古いバージョンにあった、いいところを、今のゲームに活かせないかっていうようなことをすごく、メインにしているような流れなんですが、そこのシーンからもこの本、Playing That The World は、すごく注目を集めて、ガイアックスマガジンっていうですね、これもまた説明し出すと長くなっちゃうんですが、OSR のシーンの、まあ、ど真ん中にいたところで、かつ、この時期にガイアックスの遺族たちが、まあ、昔に出てたドラゴンマガジンの同窓会的な感じで、RPG 雑誌を作ったりしてたんですね。そこに、ジョン・ピーターソンは、まあ、自分の本の売り込みのための宣伝も兼ねて、いろいろ、記事を書くようになっていったというのが、プレイング・アット・ザ・ワールドの次としの、ピーターソンの仕事としては、ちょっと資料を前後しますが、ガイアックスマガジンの連載2号から 6号というやつですね。プレイングアットザワールドの、まあ、サイドストーリーみたいな、こぼれ話とかですね、そういうのが載ってましたね。これがですね、この2号と5号のダラムマニスクリプト、モーナードフラグメンツ、なんか、本当に RPG の名前みたい、RPG に出てくるアイテムの名前みたいですけど、D&D の初版の初稿の、枝分かれしたものなのか、これは、この文章は何なんだかわからないけれども、D&D の初版の草稿の周辺にあった、こう、謎の文章みたいなもの、こう、謎解きストーリーみたいなのですね、まあ、そこのガイアックスマガジンと、自分のブログでですね、この人は展開してて、これもかなり話題になりました。まあ、局地的になんでしょうか。ただ、まあ、装甲の別バージョンなんじゃないかとかって、当時はいろいろ騒がれたんですが、この話はあんまり、その後、進展がなくというか、逆に進展がありすぎちゃってですね。多分プライベートディールなんだと思うんですが、ゲイリー・ガイアックスが、ガイドンゲームスに、提出した一番最初の D&D の原稿というのが見つかったので、まあ、重要性が下がってしまったというか、まあ何だったんだろうみたいな話にちょっとなっちゃったっていうのはあるんですが、そういう、その、何ですかね。まあ古い資料を漁る上で出てくる、もろもろのことみたいな、話をガイアックスマガジンでまずやってましたと。3号のホビーショップダンジョンっていうのは、ガイアックスの長男のアーニー・ガイアックスっていう人が、TSR が直営でやってたホビーショップで催してたゲームで使われたダンジョン。これをこの時期、2013年頃に、まあ、復刻しようという流れがあったので、まあ、それは結局、
復刻されずになんかそれも話断ち切れになっちゃったんですが、まあちょっとその、このガイアックスマガジンっていうのもいろいろ話が断ち切れになっちゃったのは、あの一族の揉め事とかいろいろ話がもうなんかもう無限にあるんですけど、まあそれの紹介が第3号ですね。で、第4号が、ファンタジーではない D&D から他の RPG への流れという話で、これも結構面白かったんですけど、昔はね、D&D で何でもやっちゃう人たちっていうのが、あの、一派というか RPG の一派がいて、D&D も当然あの、出たばっかしの時は D&D しかないので、SF をやろうとか、ファンタジーではないものを D&D にこう無理やり当て込んでですね、RPG しちゃう。ん？マワールドとか。そうですね、なんだっけ。バリアピーク。エクスペディション・トゥ・バリアピークとか、それがガンマワールドになったという流れがあるんですけど、まあ、あとはなんだ、スパイもの、とか、スーパーヒーローものとか、そういうのがその、初期の頃に、どういう流れであったかっていうのを解説したのが4号でしたね。6号、そんでこれが最終号だったんですが、アウトドアサバイバルっていうのは、まあ、アバロンヒルのボードゲームなんですけど、知ってる人もいるのかな？読書会では話題になってる。あ、そうです。そうですか。これのマップをですね、まあ、またあの、0番 D&D の、本文の知識がある人はわかると思うんですけど、この、サバイバルゲームのですね、ここに行くと鹿が取れる、の肉が取れて食料が取れるよとか、ここは池があるから水飲めるよとかっていう場所を、これをファンタジーワールドに縮尺を読み替えて、世界のマップとして使えみたいな指示があってですね。これを元にファンタジーの世界を構築するというのは、ゼロ班あたりを知ってる人はかなり、ここが、鹿の肉が取れる場所が村で、水が飲める場所が城でとかって言って、そんでさらにこの、今出した画像だと、画面の右側海にして、ここが、島になっててとかっていう、こういう風にファンタジーワールドにこう読み替えるっていう作業が、推奨されてて、まあ、OSR の一個のこのアイコンになってるわけなんですよね。このボードがですね。そのものが。まあ、そういう話の解説が、ガイアックスマガジンの6号でした。で、その次はどこを話せばいいんだ？あ、そっか。さっきのダラムマニスクリプトとか、モーナードフラグメンツとかっていうのが、やっぱ自分のブログでやってて、この人のブログも、まあ、リンクとか貼ってあるんで、まあ、見てくださいという感じなんですが、やっぱり古い、ゲームの資料をすごく持ってて、調べる量もなかなかすごいので、例えば、日本で昔、RPG やる人が使ってたですね、算数セットに入ってる D 点ってあるんですけど、それの歴史みたいな記事があったり、これか。あ、どうぞ。うん、日本の、俺日本のゲーマーなのに、なんでこの人から日本の算数セットの講義を受けてるんだろうみたいな。算数セットは1940年ぐらいからあって、こういうパッケージングですとかっていう記事が。で、これが、セット入ってます。いや、佃 D10 入ってて、僕はあれで使ってたんで。全然記憶にないよ。あれないと、僕はゲームデザインやんない。最近、算数セットツアーキーが行われてる。まあ、世代、算数セットは、まあ、昔から、全部の、このちっこいパート全部に名前をつけろっていう、名前をつけて持ってきてくださいみたいな指示が学校から出るので、非常に評判が悪いんですが、
日本では確かにね、私ぐらいの世代で、まあ、私は大体あの、ロードス OVA ぐらいから TRPG に入った世代ですけど、見ましたね、これね、リーテンね。結構世代によってやっぱね、ダイスとかもね、あの、このダイスを知ってるけど、こういうのは知らないとかっていうのは、やっぱありますよね。そう、平らなやつ。平らなやつですよ。台形のやつ。うん。それぐらいに助からせてないでいい。あれって助からせてないんですか、やっぱり。あの、よくいい出目が出るっていう。作るダイス。金沢直子さんの漫画とかでは作るダイス。これ、でも、D 点ではなくてね、なんかね、5と5を、なんだ ?5 が2回書いてあるやつもありますよね。そっちの方が、まあ私が持ってる、持ってたのか持ってるのかちょっとわからないけど、私持ってるのはなんか5が2回出るやつなので、1個、あの、ボールペンで目を消さないと D 連としては使えなかったという覚えがありますけど。まあまあ、だからこういうなんか、やっぱね、RPG ものにはたまらないネタをたくさん提供してくれるんですよね、この人は。あとはまあ、Twitter、Medium とかあって、そうですね、本人の YouTube チャンネルにもですね、あの、60年代、70年代、80年代ぐらいまでのこの、ダイスの動画、コレクションとか判別法みたいな動画がすごいなんか詳しいのが、です。出てたりしますね。で、YouTube チャンネル、YouTube ゲスト他動画のプレイリストに関しては、これはプレイリストは私が作ったやつです。ジョン・ピーターソンが出てる、動画。まあ、だいたい自分の本とかのプロモのためにあっちこっちのコンに行って喋ってたりとか、それこそ、なんだ、ズームでインタビュー受けたりしてるようなやつですが、まあ、これもいろいろですね。前、あの、ウォーゲームの最初の頃の話を、ウォーゲームの無血戦争の時に、あの、ヘルウィグのゲームとか、そういう古いゲームのビジュアル資料になってるような動画も作ってたり、それが、How did war become a game? ってやつですか。まあ、まあ、興味ある方はそういうのもっていう感じですね。コンクールこの、見ましたっけ読んでない。似たような内容だからって言って読まなかったの。いいかなぁ。はい。まあ、やるとしたら僕でしょうけど、やったかどうか覚えてない。読んだからいっかみたいな、なんかそういう感じだわ。はい。あの、ゾーブコントロールっていう本は、このボードゲーム読書会で結構やったわけです。うん。結構、音がすごいよ、熱いから。すごいあるから、あの、財務を読んだってわけじゃないですね。部分的には。部分的です、ね。50分ぐらい論文がある中で、それとかなると、これみたいなね。でも、面白かったよ。別に、あまだ読んでない、いくらでもあるから、やったらいいんですけど。OK、うん。ゾーンズ・オブ・コントロールに入ってた、そうですね、その歴史概要の章も、まあ、ちょうど今やってる無血戦争、まあ当然無血戦争がその元ネタになってたりもするんでしょうから、まあコンパクトにまとまって結構これいい記事でしたね。まあその無血戦争とかでやってるようなウォーゲームの歴史と、あとまあ、それから、そこからどう RPG がブランチアウトしたかっていう。話と、あと、パーラさんが非常に弱い、あの、コンピューターパーソナル、パーソナルコンピューターでやる、ウォーゲームの展開みたいな、商業用のやつですね。それの展開も、まあ、スパッとまとまってて、このゾーンズ・オブ・コントロールは良かったですね。あ、一応やってないですね、ゾーンズ・オブ・コントロールね、これはね。そこはやってないです。うん。で、その次が、前回ちょうど話に出てたニューマナー、トランスフォーメーションズ・オブ・クラシック・コンセプト、なんたらかんたらという。これは、まあ、これも文化人類学の本なんだと思いますが、そこに、まあ、旧約聖書から、
始まるマナの概念みたいなものがどう変遷して今こうゲームの界隈でどう受容されているかという、論考でしたと。それが2016年。その次ですね、トランスメディアファンデーションズっていうやつ、これも RPG の、学術エッセイのこう集めた本なんですけど、これを企画した方がですね、何つったっけな、名前がちょっとパッと出てこないんですが、その人が、まあ、インターネット上のボードかなんかで、なんでジョン・ピンターソンみたいな人がこれだけ調べられたのに、実際にこのメディアスタディみたいなことをやってる我々が、こういう本出せなかったんだろうかっていうようなことを、ウェブ上で話してて、それのアンサー本みたいな感じで最初企画された面もこの本あるんですが、これもね、これも結局ゾーンズオブコントロールとかと同じで、結構、やっぱ散漫になってしまうんですよね、こういうエッセイ集みたいな本は。なので、その、古い RPG の、ネタ探しみたいな話は、まあ、全体のエッセイの中でそんなに本数はね、なかった感じですね。それぞれの興味の話みたいな感じ。そこに、ピーターソンが、投稿したというか、話も、まあ、これもまた、プレイングアットザワールドの、とほぼ同じ内容を縮小したようなもんなんですけど、まあ、やっぱりプロの編集さんのこの手を、経ているので、論としてはこういうのの方がなんかまあ読んでパッと入るような感じですね。プレイングアットザワールド、あまりにも長大でこう、ずら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 とですね、まあ、どうでもいいようなことみたいなのもかなり載っているので、まあその辺の批判みたいのもあったんですが、ただ、新ネタが結構出ててですね、ピーターソンいろんなところで、まあ、プレイングアットザワールドを出した後に、もういろいろまあ当然、新ネタというか、その、何ですか、当時の資料の中からこんなのが見つかったとかっていうのが、やっぱ後からボロボロ、D&D の元になったものとしてあるんですが、一番でかいのは、チェインメールファンタジーサプリメントっていうのが、まあ、D&D の起源として、重要なところなんですが、それのほぼパクリ元が当時の同人から見つかったというのが一番でかいんじゃないでしょうか。これですね。トールキンの世界で、オークがどうのこうの、オークのユニットはいくつでどうなるとか、メン、ヒーロー、ウィザーズ、ドラゴンズ。まあ、で、こういう、その見落としというか、後から分かったことが、いろいろあるので、ピーターソンって多分、プレイングアットザワールドで、一回出した本を、絶版にしてですね、新版を出したいのかなと思ったら、っていたんですが、どうもそういうことじゃないらしいんですよね。プレイングアットザワールドも全然、実本では手に入らない。まあ、Kindle で正規版も多分もう売ってないのかな。論の修正をしたいとか、後から見つかったことを、増強した版を出すのかなと思ったら、どうもそうでもないと。うん。で、まあ、あと他には、トランスメディアの方の話に戻ると、なりきりのストーリーゲームの前史とか、ライブリングゲームっていうのはですね、この、これいつ頃あったんだっけ ?70 年代なんだっけ鬼ごっこに、この陣地を、指輪物語の世界の中の陣地を
設定してやるライブゲーム。鬼ごっこなんだけど、ここはモルドールね、みたいな。で、お前はここから指輪を持って、出発して、まあ鬼っていうか、悪者側に捕まらずに、指輪をここまで持ってこれたら、一方の陣営は勝ちみたいな。そういう大人数でやる。まあまあ、なんですかね、ラープとも違うし、まあ鬼ごっこですよね。の、ゲームの話とかも出たり、入れたりとかして。まあそのプレイングアットザワールドで言ってたようなところとはちょっと違うようなネタも入れてますね。次が、アート&アーカナビジュアルヒストリーというやつ。これは、まあ、本の書影見てもらうとわかるんですが、かなりオフィシャルに近いというか、もうウィザーズ・オブ・ザ・コーストのあのロゴも入ってるからオフィシャルなんでしょうけれども、D&D のアートとか、もうほぼ全紙が出てるやつですね。これかなりいい本で、D&D の歴史知りたいっていう方はおすすめできる本です。まあでも、ただちょっと、分厚くてね、ちょっと重たくてね、なんつうの。ルールブックより一回りでかくてみたいな。ちょっと実本は持つと、まあコーヒーテーブル本なので、紙も厚いしという。そうですね、まあ。それに、まあ、歴史の解説を加えているというような仕事ですね。その次、パーアスペラ・アドアストラ、マテリアル・カルチャー・ブ・アーリー・スペース・エンパイア・ゲームズ。これはまあ、ウェブジャーナルなので、見てもらえばわかるんですが、ファン人で行われていて、宇宙ゲームについての解説でしたと。これも、こういうのもね、全然、まあ、日本でも、独産ってありましたけど、こういうのが、SF のファンダムの中でかなり昔から行われてたってことですね。これはいつ頃のやつなんだっけな。60年代はディプロマシーが多かったけれども、やっぱりここもそこからってことですよね。ディプロマシーが発転して、60年代後半ぐらいからなんかオリジナルのゲームが出てきてという話だったかな。そうですね。70年代以前ですね。やっぱ60年代ぐらいの話がメインでしたね。あ、岡田さんどうぞ。スターウェーブの話が出てくる。ちょっと俺は。やった BBM。はいはい。そうですね。これもね、これはでもちょっと見てみて、まあ、プレイできる感じでは全然ないですね。この記事を読んで、まあ、雰囲気はわかるんですが、まあ、こういうメールゲームとかって、は、なんか再現性はもう、かなり厳しい。まあ、無理ですよね。はい。というのがそれでした。その次。資料2枚目行ってもらって、今度は、シークレット・オブ・ブラック・ムーアという、これは、ウェブドキュメンタリーなんですけど、ミネソタのプレイグループ、アーネソンがいたところ、ウィーズリーがいたところ、あと、なんだっけ、フライト・イン・ザ・スカイ、ドーン・パトロールの人、名前が出てこないな。まあいいや、そのプレイグループの人たちが、まあまだ存命で年に一回ですね、このアーネソンがやってたブラックムーアのセッションを未だに続けていると。プラス、そうですね、周辺の人たちがですね。
その人たちの側から語った D&D の起源みたいなドキュメンタリーを作るときに、ピーターソンは監修協力をしましたというのが、なんですが、この映画、まあ、アマゾン、日本のアマゾンでは見れないんですが、アメリカのアマゾンで見れるので、まあ、興味のある方はという感じなんですが、あんまりね、あんまりちょっと はっきりしないというか、あんまり出来が良くないというか、何が出来良くないですか？なんだろうな、その、ウォーゲームから RPG にこう、変わってった、歴史に焦点が当たってるのかなと思いきや、そうでもないというか。なるほど。どっちかっていうと、やっぱり60年代か70年代のミニチュアのウォーゲームのところに話に、時間の配分として使いすぎてしまってですね、D&D に変わっていくところの話がちょっと駆け足だったような印象を私は持ちましたね。ナポレオンのフィギュアばっか出てきて、D&D のフィギュアあんま出てこないみたいな。で、プロも、プロモ映像で見、見てもらうとわかるように、この絵面もですね、やっぱおじいちゃんたちばっかしなんで地味みたいなね。しょうがないんじゃないですか。それはまあしょうがないですけど。ちょっと私的には期待した割にはという感じでしたね、この、あれは。でも、まあブラウンステインの解説とか、当時のナポレオンもののフィギュアとか、まあ見たことはなかったので、貴重といえば貴重なんですが、あんまり関心は、超関心はしませんでした。私はこの映画を。本当はね、こういうのもなんだ、SRT っていうの？台本のとがきだけどっかから抜き出したのあれば、日本語訳つけて、どっかで上映会とか、プライベートでやってもいいんですが、どうもそういうことができる感じでもないという感じでしたね。はい。で、その後出た単著のエルーシブシフトという本と、あとはゲームウィザーズという本ですが、この二つに関しては、まあ今後この回で扱ってもいいのかなというような、やっぱり中身の濃い本が二つ出てますと。エルーシブシフトね。これはね、結構難しい本というか、エルシブシフト、ゲームウィザーズの方は、TSR の写真なんで、とか、なので、そんなに、引っかかるところはないんですけど、エルシブシフトの方はね、結構、今の RPG 業界で扱ってる、なんですかね、ナラティブがどうなとか、ユーザー、が、中心でこう、今ある RPG とはちょっと違うものが作れるんじゃないかとか、そういう、論点とかと重ね合わせながら考えていくと、エルシブシフトの方は非常に私を読んでて、ああ、これ難しい本だなっていうか、なんて言うんですかね。分量が、文章の分量とかページ数はそんなにないんですか？なんかこう、濃密な読書という感じでしたね。で、ありながら、読み終わった後に自分の中に結論みたいなの特にないみたいな、ちょっと困惑するような感じでした。どうお話ししたらいいんだろうな。この二つの本ね。エルシスはやる候補になったはず。買ってあるから、読んだ方ってどれぐらいいます？はいはい。どうでした？難しくねっていう。議論って被ってましたっけ結構。当時でファンジンで行われてたのってかなりこう RPG のフォーラムとかで今語られてることとかなり私は既視感のある議論っていうか、GNS 理論とかってあるじゃん？
あれとほぼ同じようなことが、ああ、この頃のファンジンでも言われてたんだとか、そういう発見はいろいろあったんですが。難しいのは、当時のファンジン自体は閲覧難しいんですけど、うん、プロジンはすごい復刻されてるので、あの、うん、閲覧できるので、それと、まあ、ピーターソン士官みたいなものがどう違うのかっていう考える必要は、うん、ああ、そうだ、そうそう。その、エルセビスシフトはそうそう、その、巻末にさ、あの、文献リストみたいのがあって、そこからプロジンの、記事もかなり数多く辿らないといけないみたいな作りになってて、それはね、ちょっとさすがに全部見てはいないので、大変だなというのは私の印象でしたね。あとはどこを中心と見るかで、やっぱり違うわけで、DND を中心にドラゴンとか見るのと、別な雑誌を見るのがやっぱり違うわけです。うん、DND が扱われても、ホワイトドアを見たりするのと、うん、あの、ディファレントワールドとか、全部 DND の記事が載ってるわけです。だけど、うん、こう、ベースが違って、ホワイトドアフはゲームズワークショップ、ディファレントワールドはケイオシアムみたいに、こう、肝心元が違うけど、共通言語だから載せなきゃいけない。うん、そこでの、こう、やっぱ、性格みたいなのがあるわけですね。じゃあ、その、要するに、複数の分断みたいなのがあるわけ。分断って、サークルね。ゲームウィザーズは読んでません。74ぐらい、その、これは読んどかないと、エルーシブシフトの中で、セレクテッドエッセイズっていう、まあ、ページというか、章があって、これは見といてね、みたいなのが、70ちょいぐらいあんのかな。これは見といて、70本は結構ですよね。ですよね。で、それをさらに、自分がアクセスがあるやつ、自分がアクセスがないやつとかって分けて、これがプロ人の何号でとかって言って、これをね、辿り始めちゃうとね、大変なんですよ。今貼りましたけど、私のメモを。で、これの、著者になってる人たちのそれぞれの論格で、またこう、立場が違うとか、うわぁ、これは大変だなっていう本ですね、これは本当に。ガイアックスとかアーネソンとかがこういう記事を書いてたっていうのは結構まあ私ぐらい調べてる人なので知ってるやつも多いんですが、全然まあラリー・リッティリオとかもいますね。あとはルイス・パルシパーっていう人も、この人も結構前この本で初めて知ったぐらいですけど、結構有名な人らしいですね。もしなんだっけ、なんか何の人かは覚えてないですけど、ルイス・パルシパーは何だっけな、名前が。なんかコンピューターゲームデザインのなんか本を書いてる人なんじゃなかったかな。だから、なんか別の本で出てきてる感じ。うん。ナリー・リティリオは、なんだっけ。RPG シティブックだっけ違うっけ？シティブックですよ。合ってますよ。あ、合ってる。とかで、まあこの人は、まあ結局この70年代のこのファンジンで活躍してた人の中から、やっぱりプロジンに行って、という流れがかなりあるので、その人たちの初期の論考が見れる。まあ、見れるわけではなく、それがまたこのピーターソンのフィルターを通っててですね、ピーターソンなりのまとめになってるけれども、その文献リストからたどればそういう人たちの初期の論考も、を探すのに非常にいい手引きにはなるんですよね。で、かつ、そのファンジンのシーンがだんだんプロジンのシーンにこう統合されていって、アドバンストファースト、さっきお話ししたアドバンストファースト
が完全にシェアを握る80年代になると、あの、各メーカーのもうプロジンの、あの、公式優先みたいな、体制が出来上がって、それを、あの、受け入れたユーザーっていうのと、あの、70年代やったユーザーっていうのは、ちょっとやっぱり違うなっていう文化にしても、あの、そういうのも、まあ、浮き彫りになるので、L シフト、まあ、すごくいい本ではあるんですが。まあ、このあたりは、でも、主に参考文献、ドラゴンから取ってますね。うん、ドラゴン、ディフレントワールズ。最初期ですね、ディファレントワールズのホワイトドワーフ。そうですね、ホワイトドワーフ。うん。ホワイトドワーフの初期の号とか私持ってますから、提供してもいいです。はい。うん、いや、それも何号が何でっていうのが整理するのがちょっと大変でさ。ドラゴンはね、でもまとめたやつ持ってないんですか、あの、妖怪。あ、ドラゴンありますよ。あれだって90年代に CD ロムになったでしょ。そうそうそう、あれも持ってないんです、うん。いや、あ、そうですか。まあ、ドラゴンに書いてあるガイアックスのものは私は大体読んでると思うかな。すごっ。うん。あの、特にあの、D&D の、起源を自分で説明してるやつっていうのがね、ドラゴンの初期の号に、ありますよね。あの、何号だったかちょっと、まあ、急に言われても出ないんだけど。まあ、そこで、ある程度この、ガイアックスのが、あの、脚色があったというかですね、ガイアックスのこの、なんですか、信頼できない語り手みたいな、そういうところを暴くっていうのがやっぱこの辺の、あの、自分のゲームを、まあ、アーネソンから、あの、アーネソンの貢献度を低く見積もって、自分の貢献度を高く見積もってというやつですね。そういう面がやっぱりあったという話が、まあ一番肝ではあるんですが、何号だったかな。ドラゴンマガジン7号、1977年6月ですね。ガイアックスが書いてある。書いた、D&D の起源っていう。それで、日本の RPG 業界、まあ、80年代、90年代頃は、この辺の情報に、まあ、当然アクセスもなかったので、そのドラゴン7号のガイアックス史観、まあ、チェインメールが発展して RPG になったんだよっていう論ですけど、それをそのまんま日本の RPG 業界は受け入れてしまっていたのでという話もあるんですよね。うん。で、じゃあ、北米の方の RPG 業界でミネソタが起源だっていうことを言ってた人が、まあ、ミネソタ派以外にいないかというと、実は結構、いたはいたということですね。前回お話しした、ヒロイックワールズの、なんだっけ。これも名前が出てこないな。ヒロイックワールズの人、うん、名前が今、どうだったんですけど、ちょっと待ってください。SS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 S
ホワイトプルームマウンテンっていう有名な、あの、シナリオを書いてきてですね。その人とか、はい、あと、実は、ガイアックスのプレイグループに、属していたロブ・クンツという人もですね、ある時からこう、はい、ミネソタ派重視みたいな風に論調を変えてたりしてですね。ヤンディにも噛んでますね。うん、ピーターソンの出てくる。結構大きい役割をしている。うん、ロブ・クンツというのは、ガイアックスの近所に住んでいた、子供で、ガイアックスの最初のプレイテストに、を行ってたのと同時に、なんか途中から共同 DM という、共同 GM かな。ちょっとよくわからない肩書きをガーディアックスからもらって、グレイホークの世界の、設定を作る上でも、途中から、まあ、ガーディアックスが、ゲームマスター側じゃなくて、プレイヤー側をやりたかった時には、ロブクンツが GM をして、ガーディアックスがプレイヤーになったという関わりを持ってた人で、まあ、TSR でその後なんか、
オフィシャルでも DTs and Demigods とかを確か、クレジットされてるんじゃなかったかな。疑惑付きの本ですね、DTs and Demigods。初版では、アリオクスを出して、あと、それは、アドバンストファーストの DTs and Demigods。ああ、そうか。そうそう。はいはいはい。ODD はでもありましたね。あ、そっか、OD&D はなんだっけ、ちょっとタイトルが違うけど、まあ似たような、あの、新格とかを集めた本。そう。そうですね。その辺はまあ、まあ、そうか。うん、なるほど。その辺の話を、これをどれぐらい解説していいのかというのは、難しいですよね。どこまでもいいんじゃないでしょうか。まあ、どこまででもやっちゃうっていうのも手だけどね。はい。まあ、あの、MIT プレスの、その、紹介文みたいなので言ってあることで、今まで話してないようなことは、ちょっとピックアップできるかな。初期の理由でいいか。そうですね、あの、RPG っていう言葉がやっぱりあの、最初はなかったので、このファン人とかの議論の中でユーザーの中から出てきたっていうことと、あとまず、そもそもゼロ版の D&D にはあの、ロールプレイっていうことが、まあ、どれぐらい想定されてるのかわからないというか、ほとんど想定されてない中で、あの、ユーザーがやることによってこのロールプレイという、なんですかね、しきたりというか、こういうふうにやったらいいみたいなことが、かつそれがそのロールプレイングっていうのはこのゲームの中でどれぐらいの比重があるものなのかっていうのは、まあ昔も今もあの議論があって、ロールプレイング重視派とそうじゃない派とかでいろいろグラデーションがあったりとかですね。そういう話の起源がまあこの頃の議論に見出せますという。ODMD にロールプレイって言葉ありましたっけ？ゼロはね、ない。ないですよね。ゼロ、一切ない。あの、唯一あるとしたら、トガキで、あの、ダンジョンマスターが、君の前にはこれ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 であるって言って、プレイヤーとも書いてなくて、コーラーという謎の人がいて、はいはい、コーラーがこうこうします、こうこうしますっていう、まあ、リプレイではないんですけど、そのトガキで、あの、出てるところが、まあ、それが、まあでもそこにもロールプレイはほぼ存在してないですよね。あれだって、方眼紙の中で迷宮を探索するだけのゲームとしか読めないですからね、あの文章からは。コーラーという概念自体はずっとありますけどね。そう、コーラーはあるんですよ。あとは、なんだっけ、スランティングスロープとかさ、下ってる坂とか。はいはい。いろいろ、あの、D&D 特有の変なものは出てるけど、ロールプレイっていうのはゼロ版には全く、ほぼ全く言及されてないですね。それ以後、まあ、理論家の進化、用語の定義。あとは、ウォーゲームと SF ファンダムのこの、対立かの文化対立みたいなやつですね。なので、ウォーゲームにもともとあった、あの、プレイアビリティ対、なんだっけ、リアリティ問題みたいなところに、さらにこの SF ファンダムから来たこのストーリー重視みたいのが来ることによって、こう、さらに状況がこう、ぐちゃぐちゃになっていくという、そこの話。77年までの時点ですでにやってる話が。うん。だって77年、スターウォーズの時だから、SF はすごい勢いがあった。うん。まあ、もう、っていうのもあるし、あの、やっぱファン人っていうのは SF 発祥の文化なので、あの、出てるファン人で多かったのは、なんつっても SF だったということですよね。そうですね。うん。で、なんだっけ、アマチュア、APA の LA のところから初めてこの D&D だけに特化した APA というのができてというような話も、Bring Out the World に載ってましたと。
で、ゲームの核となるダイアローグ、宣言の仕方とか、GM がどういうふうにこう描写するか、対話の、この、曖昧さというか、こう宣言したけれども GM はこう取った、ああ、そうじゃなかったんだとかっていう、その、対話で成り立っていくゲームだから RPG っていうのはまたこの、難しいというようなこととか、レフリーまたゲームマスターの目的。そうですね。まあ初期の頃には GM とも DM とも言わずにレフリーって言ってたわけですが、この人たちは何を目的にゲームをしてるのかと。ダンジョンマスターって言葉はあんまりなくて、AD&D ファーストには両方出てます。レフリーとダンジョンマスター。トラブラーとかレフリー。うん、AD&D が執筆された段階ではやっぱり迷宮を作る人っていう、迷宮を設定する人っていう役割が重視されてたので、そういう言葉になったというのもあるし、それがまあ他の RPG では迷宮作るとも限らないので、ゲームマスターと呼んだりするようになったという。トラベラーとかだと何でしたっけ？あ、レフリー。レフリー。うん。レフリーは本当にトラベラーのイメージがついちゃいますね。なんか。まあでも、レフリー概念はだから D&D もレフリーって書いてある。うん。A、D&D。実は、ディメラントロールズは初期はダンジョンマスターって書いてある。そう。わざわざアンクラグリーの地下迷宮翻訳するときはダンジョンマスターって書いてあるからダンジョンマスターって訳す。こだわり。79年ってなりますね。まあでもそこで扱われてるのは多分そういう単なる呼び方の名前じゃなくて、この人たちは、何をすればいいのっていうことですよね。プレイヤーに困難を与えて殺せばいいの？そうじゃないだろうっていう。ワールドを設定して、その中の整合性を追求してとか、じゃあそれの楽しみっていうのは果たしてゲームなのかとかですね。そういう話にだんだんなっていくので、まあ、今でも、今どうなの？ GM 論とかって流行ってんの？ DM 論っていうか。GM 論って何ですか？どういう GM 論っていうか、なんていうか、そういう RPG でゲームマスター講座みたいなやつって、結構まだあるの？それはバンテガーズみたいなやつ？まあ前のバウアさんの、なんだっけ、コボルド RPG も、まあまさしくそういう本だったけど、日本とかだともうあんまこういうことってあんまり論じられてないような印象もあるんですが。はありますけど、ネットのやつは永遠と同じ話題があるっていうので、ほぼ、はい、うん。ネットのやつというのはツイッターで散発に行われるやつのことを言ってる。そうですけど、あれはまあ昔はちょっと前まではブログだったわけで、うん、ほぼ同じ。あ、なるほどね。はいはい。まとまった議論としては、だから、コボルの RPG デザインとか出てくるのは、やっぱり日本で新しいのが書けないから、翻訳してないっていう側面もあるわけですよ、実際。うん。まあ、でもなんか今行われてる、クチュルク界隈のこととか、と、この辺のなんか D&D のゲームマスタードみたいなのって、かなり隔たりが私はあるように感じるんですが。うん。スプーフのキーパーっていうのはそもそも謎を一得するっていう意味でのキーパーですけど、そんなニュアンスはもうないでしょ。うんはい、そもそもその前、クトゥルフのクラシッククトゥル募集と2、3日にシナリオ募集っていうのが流れてきましたけど、クラシックの定義は10年前とか書いてあって、10年前に書かれたシナリオを募集します。いやいや、クラシックって言ったら40年前でしょ。それは40年あるわけです。40年前だったら、ないだろうみたいな。大差ないでしょ。確かに。だから、もう、平手に、まあ、要は、ウルフ界隈っていうのはですね、歴史が10年くらいしかないということを、彼らは持ってるわけです。彼らで彼女たちが、まあ、持ってるわけですよ。で、それは、六版をクラシックって言ってるっていう意味ではなく、ハンドアウトが、とかを使わないのをクラシックって言ってるわけです。ああ、そういうことなんだ。なるほどね。うん、配信もするような、
人たちの中で、になってからのものが、そう。まあ、現代的なという。だから、ケイオシアムのオフィシャルシナリオとかは、多分、有意義です。そうですね。なんか、そういう感じですよね。はいはい。我々が話してるのは、だからもうこう、古代史、深海時代。原始時代。そう、原始時代というか、有史以前の、人体文字とかの時代の話です。こういうルールを割とちゃんと使うっていうのは面白いですよね。あのスタイル、あのスタイルであるにもかかわらず、その、トゥルフォームクトゥルのルール自体は割とちゃんと使うじゃないですか。対策いっぱいありますよ。はい。別にあのスタイルならダイス振らんでもいいのではないかと思わんでもないんですよ。それはやっぱり元が、企画ルールで。でも建前としては振るというのは大事なんじゃないですか。いや、まあなんかそこを大事にしてるんだなという感じがしますよね。うん、だから、もともとルーンペストのルールだったからっていうので、ベストルール。いや、ルーンペストじゃなくて、今のそのプレイヤーのやり方として。この現代的なそのクトゥルフのプレイヤーの皆さんがという。やっぱりそこをちゃんとしないと話が、どうまとまりようはないからね。なんですかね。まあ、なんか割とその、エチュード的なニュアンスがかなり強くなってると思う。うん、だから、そもそもね、企画がないところに無理やりあるふりをしてるだけだから、それはないよね。でもなんか、それだったら、なんかもうモダン、でもあの人たち別にモダンRPGでも普通に遊ぶじゃないですか。フィアスコとか全然流行ってるし。あ、いや、流行ってるんですか。流行って、いや、でも遊ぶ人多いですよ、フィアスコ。パラノイアとかも流行ってる。いや、まあ、今、どうしようでもないと思うんですけど、でも、まあ、遊んでた人たちはある程度いますよね。で、フィアスコなんか、まあ、ルールそんなないじゃないですか。でも、まあ、慣れたらね、うん、数をオンラインにこなす人たちの方が順調に回せるでしょ。ね、まあ、フィアスコは大体振るっちゃ振るんですけど、でもなんかまあ、そんなにもう、その、いわゆる判定にこだわる、タイプのゲームではもうないと思うんですけど、でも、まあ、割と一気に守ってますよね、そこに関しては。だから、ここはなんとも、もう、こう、記録されざる以前、記録されざるカルチャーになっているので。あ、そっか。それで、その、イルーシブリストの話と、まあ、今の話と被るか、ちょっと北米の方に話を移すと、補足の A の方の下の方に書いたんですけど、さっき言った OSR の D&D クローンを作って、シンプルに昔の D&D やろうぜっていう流れと、D&D ハック系っていうのが出てきたんですね。もっと簡単に、D&D、RPG、それこそユーロゲーム並みぐらいまでにルールを、圧縮してですね。やろうっていう流れと、ハック系とそのナラティブ系のちょっとこう、距離が接近してきてですね、なんですかね、合流するような流れがあった上で、さらにナラティブ系の中からさらに濃いところとして、北欧ナラティブっていうのが今ちょっと流行りを見せていて、なんだ、俺あんまり知らないんだけど、モークボルグ、ぐらいしか目を通してないんですが、その辺がまあ、そこもね、流れをちょっとうまく解説できてる方とかって。はい、クラウドがあって、ニューヨークです。あ、そう。厳密に言うと北米だから。北欧ね。北欧だから。北米じゃない、北欧だから。モークボルグじゃなくて、ニューヨークボーグ一応、こう、北欧系だと、ナラティブ系だと、PBTA って何ですか、これ。PBTA ってあれでしょ？プレイドバイザー、アポカリプス。ああ、はいはいはい。パードバイジーアポカリプス。はい。うん。まあ、このレトロクローン2006年の前に、多分最初期なのが、ハックマスターっていうのが。そうね、ハックマスターが、アドバンストファーストと、アドバンスト、まあ、どっちかというとアドバンストファーストだな。それにあった D&D のバカバカしい、ところを、こう、強調したようなものが出たのがハックマスターっていうのが、あ、2000年か99年か、まあそのぐらいだと思いますけど、そうですね。ハックマスターってナイト・オブ・ザ・ディナーテーブルっていう、こう、ドラゴンの載っていた漫画、ナウト・オブ・ザ・ラウンド・テーブル、円卓の人のパクリパロディの食卓の人っていう漫画。これプレイされていたのが、ハックマスター。そうですね。まあ、そのままゲームにしたんですけど、すごい凝っていて、
通打表があるんですけど、通打表っていうのはクリティカルヒット表ね。はい、D1 万とかなんですね。うん。それで振る。色違いの台数を4つ振らないで。そうです。ああ、で、そこ資料ちょっとごめんなさい。間違いがあって、ラビリンスロードとソーズ&ウィザードリーが入れ替わってます。まあ、この辺、詳しくない人には全然どうでもいいかもしれない。ラビリンスロードっていうのは、クラシック D&D ベース。そうそう、BX なんですよね。BX、モルドベー版なんですよ。で、ソーズ&ウィザードリーが OD&D にオプションをいろいろつけることができるやつですね。今回から、これ読書会で話してますけど、ターゲをすると完全に別ゲームになる。互換性がない。旧プレイヤーが全部取り残されるわけです。で、新しいルールに乗り換える人もいれば、そこに乗れない人もいる。乗れない人向けに試乗ができるわけです。うん。ということなんですよね。だから、それはハックマスターってのは単に2班と、AD&D2 班と、AD&D3 班っていうのはやっぱ全然違う。基本設計は通じる部分はあるけど、そもそもアーマークラスが低い方が強いのと高い方が強いのぐらいは変わるわけです。全然違うから当然乗り切れない人出てきて、日本のプレイグループでもいたわけですね。で、ハック系っていうのは一部翻訳があって、このサイトの方に、今日がどうぞ載っててるのもあるんですけど、多分ハックはね、ルール僕いくつか見ましたし、翻訳したいって相談も受けて、まあ、出してないんですが、ワールド・オブ・ダークネスのクローンとかもあるわけです。全部は。ヴァンパイアも、ワールフも、レースも全部ありますけど、これね、単体で見ても多分無理でプレイできない。うん、知ってる人が、これぐらいでプレイできるよねっていう風に言って、軽くしてるっていう感じ。うん、あと、ストーンブリンガーのハックとかもあるし、ブラックソードハックっていう。でも、知ってる時にはもう数十ページぐらいしか。そうね、その、やっぱ0年代以降のこのリバイバルの流れと、ハック系とか、この辺の流れも、まあ、私、クローンは、よくわかるんですが、ハック系とナラティブはちょっとそんなにわからないので、というところ、ね。ナラティブはやっぱり北欧から来ていて、最初期のがジェイソン・モーニングスターの、さっき言ってたフィアスコっていうやつと、もう一つは今、沢田さんとプレイしようって言ってる、モースユー1244ですね。はい、明日ですよね。ん明日。前役も終わってるので、うん、あれはだからジェイソン・モーニングスターの推薦文があるやつで、時期も近い。まあ、英訳されてますけど、ほぼ同じのが北欧で、でデンマーク語かな忘れましたけど、出ている。なんだっけ、フリー RPG でのさ、ワンページ RPG とかっていう流れが、この10年代ぐらいにずっとあるじゃないですか。はい。その辺とハック、ナラティブはそんなに近くもない。近いは近いけど、同じところから発祥ではない。日本語では単にツイッターで流行っている。ああ、なるほど。ツイッターで、こんなのあるよ、面白いね、って面白かって、プレポみたいなのは、そんなにないって感じですか？だから、日本で言うと、RPG 福袋っていうのがあって、まあ、横山さんよくご存知でしょうけど。ああ、はいはいはい。ああ、まあ、そういうやつね。うん。こいつとか7つとか入ってるやつで。うん、まあ、D&D の流れで言うと、Here's some fucking D&D ってやつね。それが、すげえタイトルだけどさ、これが D&D だ文句あるかみたいなやつ。はいはい、それが、その、ワンページ RPG とかが流行ってた時に、OSR 派閥が、対抗版としてウェブに流したやつね。これ、そのまま検索するとすぐ出てきますよ、PD。これで、D&D なんか2ページでできんじゃんみたいな、そういうノリですよね。っていうのは結構あって、うん、子供向けの D&D の要版の時に、子供向けのオリジナルのやつもあって、それも翻訳して、サイトの、オフィシャルに日本語版載ってます。要版は商業的に失敗したっていうのが、まあ一種の通説になっていて、向こうのゲーム研究者でも、それこそ F カンドさんとかに言われたことあるんですが、日本ではですね、点数は多分、一番出てる。うん。今時代、単純派ぐらいに。濃いユーザーはいっぱいいたんですが、まあ、これも、岡田さんから教えてもらって、あんまり良くない話っていうか、そこのコミュニティが結構タコツバ化してっちゃって、北米の方でパスファインダーが流行ってて、四半流行ってないよってことをレポートすると、なんでそんなことレポートするんだって叩かれてしまうような、
あの、どっちかというと、エイコーって人たちが、クリエイター側に回ったファングループの人がいて、その人が、うん、あの、まあ、パスファインダーの翻訳やった石川って人がいて、うん、まあ、今ネット用になってますけど、あの、その人が、4班の公にディスを始めて、うん、あの、非常にギクシャクしたっていうのがありまして、あの、まあ、ファインダーの、まあ、だから、あの、やっぱ、日本の、状況というか歴史というか、なんかやっぱ全然、あの北米の感じとは違う感じなんですよね。それなので頑張って10年後にパスファインダーが出たと。日本語版がですね。ところがその頃にはパスファインダーは P2 という、半上げがもう行われた後だったんだっけ？日本語版のパスファインダー1が出た時って。何が行われた後？あ、5班出た後ってこと？いや、パスファインダー2、P2 ってやつ。パスファインダー、あの、時期は厳密なのに、パスファインダー2班いつか忘れましたが。うん。あ、プレイテストちょうどやってる頃だったかもしれないな。ファインダーのルールブックって、あれ9000円するんですよ。日本語版が。はい。9900円なんですよ。なんであれ出したかって、クイズフェーズが、商業的には、あの、成功したからなんですね。7500円か。7500円で出て、あ、いけるじゃん、それが。で、完売してるのね、初版が。で、それだから、あれがスタンダード飲んじゃって、シャドウラン5版とかも同じようなぐらいな、それから出ていて。いや、パラメリア6000円ぐらいもっと上げてよかったな。当時は6000円だったけど。当時は6000円。うん。8000台のは、エベロンのディアネスアプリしかしてなかった。まあ、結構この表で面白いなと思ったのは、まあ、まず70年代の、B ですね、B。A についてはもう言ったので、B には、まず初のアンドレ、初のディ、スキーフィクション D&D 小説っていうのが、アンドレ・ノートのクオール・キープって、これ翻訳ないやつ。ないです。アンドレ・ノートンっていうのは、日本語訳はたくさんある、こう、ベテラン量産作家で、アンドレって名前ですが、これは女性なんですね。ケール・ムーガーとかと同じで、書いてみられちゃうからっていうので、男性名出させられていた。ドールキープは読みましたけど、僕は結構好きですが。異世界転生もので、RPG をやってたプレイヤーが、こう、その RPG の世界に飛ばされてしまうと。ほんで、腕になんか、よくわからないブレスレットが、ついていて、ブレスレットの中には、ダイスが2つか3つ入ってると。何かこう、その人たちが危機に襲われると、そのブレスレットが勝手に動いてですね、チャカチャカチャカって言って、ダイスの目が出ると。それによって、いいことが起こったり、悪いことが、危機が脱出できたりできなかったり、みたいな。そういうちょっと、なんですかね、一時期は非常にダサいとされたタイプの小説ですよね。これでも今出したらいけそうですけどね。まあ、逆にね。半券取るの大変だから。まあでも、この本は死に筋ではないというか、復刻版とか出たりしてるので。見ました。復刻した時見たので。うん。無限に読むことはできるじゃないですか。まあでもやっぱ中身は結構違う。まあ、うん。ドラゴンランス以前の D&D って、やっぱり違うんですよね。なんちゅうか、謎解き迷宮探索ゲームっていう感じが。今言ったホワイトプリムマウンテンって小説になっていて、まあゲームの方も5版対応で、シナリオも出てますけど、日本語で、ホワイトプリムマウンテン、荒俣博士役で出てる。ただ荒俣さんは、多分ほとんど北役に任せて、全然荒俣らしくない役ですが、出ていて、それは忠実なゲーム小説。ちょっと軽いね。軽いというか、それは、00年周辺に、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストが、リバイバルさせようとして、その辺の小説いろいろ出したんですよね。昔からあるダンジョンを舞台にした小説を出そうっていうのは、グレイホーククラシックシリーズって言ったかな。なんかそんなタイトルで、シリーズで出たやつで。キーボン・ザ・ボーダーランドとかも小説あるんですよね、そこに。詳細ね。あるあるある。クラシックディアンド。そう。B2 モデルってやつ。主人公は、なんだっけ。
ジャスティカーと妖精の女の子、サンディじゃないけど、なんだっけ、みたいな、ドラクエのサンディみたいな女の子と二人組でやってるやつではなかったのかな、ちょっと覚えてない。小説は読んでないので、わかんない。うん、シナリオは読みましたね。まあまあ D&D の話するときに、まあこれぐらいの年表が、まあこの年表というのも作ってみるとこれも入れなきゃあれも入れなきゃとか、後からこれがいらねえなとかっていろいろアップデートしていかなきゃいけないので大変なんですが、それぐらいあればね、まあ見取り図としてはっていうのはあります。あとは、細かい話をすると日本のやつだと、まあ英語圏のやつはいくらでもネタは後出てくるんですが、日本のやつは皆さん突っ込みやすいとこだと思うので、ゲームブックブームって85から6じゃないですかね。多分。あ、そうですか。編集的には85がすごい出ていて。そうかもしれない。そういう細かい間違いもあるかもしれない。そうです。ちょっと待って。乱曲になっていて、例えばわかりやすい。あ、わかった。ブームが始まったのが85年で、86年、87年は両方とも200点以上出てます。88年になると半減します。で、90年にはほぼエニックスドラクエモの伸びになってます。だから、86、87はピークという意味で、そこをつけましたね。なるほど。素晴らしい。うん、一応データを持ってます。素晴らしいです。当時のね、雑誌書きますけど、めっちゃ臭いですかね。ハインプロとかがすごいスピードで作ったわけです。うん。それは、スタジオハードのやつは、最近こうルパン三世のやつに結構詳しい印象が、千代田さんのやつね、に載れてますけど、僕は、ローカスが RPG 小説除外ってすっかり忘れてました。そうなんですよね。これが、ドラゴンランスの後の、RPG 小説がブームになったことで、ローカスの多分ね、評論じゃなくてね、売り上げ、ランキングみたいなやつ。から RPG 小説を一気にドバッと抜いたという事件が、これがね、私も今調べてるんですが、いつのことなんだか。まあ、80年代後半から90年にかけてぐらいの頃のことなんですけど、そこで、RPG 小説っていうのは、とか、ファンタジー小説の中でも RPG 小説っていうのは、こう、SF ファンタジー界隈からもこう、浮いたところに行くぐらいになっていったということですね。具体的なゲーム小説じゃなくて、例えば、エピックファンタジーって言われるものを、具体的に言うと、RPG 小説か、そうでないかの区別って言ってるんですか？ RPG 小説で特定タイトルのノベライズかどうかっていうのと、あとエピックファンタジーの中での、例えば、エレニアキとかの、なんだっけ、今度忘れしましたが、エピックファンタジーって何？エピックファンタジーって長編のファンタジーで、例えば今だと、氷と炎の歌とか、そういうね、シリーズ、ザ・ソング・オブ・アイス・アンド・ファイアって、何の、とか、なんだっけ、サム・ルツとかの、デビッド・エディングズのシリーズとかはすごいですね、SF 界隈では低く見られていて、まあ、僕とか横山さんとかは大好きですけど、それは、特定のタイトルのノベライズではないんだけど、まあ、ゲームと同時展開だったり、ゲームとラインしてあったりとかっていうことですよね。そう、ゲームにかなり近い発想で作られていて、だから、最初期の RPG シリーズ小説っていうのは、例えば、盗賊世界とか、シュワードワールドの短編なんです。前やったウォーロックシリーズ、ラリー・ニーブンのね、あれとかも短編。だけど、長編の連続小説で、まあ、一番日本で人気あるのは、グリーンサーガですが、RPG 小説の使い、グリーンサーガは RPG 小説ではないんですけど、うん、ファンオショーは取り込んできてますね、途中からね。うん、だから、エレニア、ベルガリアードとか、バロリオンとか、そのあたりの長編タイガーファンタジーシリーズっていうのは、おおむね、サッカーのゲーマーで、うん、単に、まあ、言ってしまえば、案件逃れのために、こういう目を使ってないという、側面があるわけです。というのが80年代が出てきて、それがベストセラーランキングの上位を示し続けると、うん、まあ、面白くないわけですね。ああ、まあまあまあ。
あの、昔からのファンにとっては。だから、ロバート・シルバーバーグのバレンタインズの城とかっていうのはそういうエピックファンタジーのリバイバルに、こう、乗っかろうとして、その出した局面があって、トトマス・ディッシュのこの前の評論って流れてましたけど。まあ、その辺も D&D が、お手本にしたのは、ソード&ソーサリーという流れで、それとは別に、ソード&プラネットもあるし、ソード&サンダルもあるわけですよ。で、エピックファンタジーと呼ぶか呼ばないかっていうのも、またちょっと別の切り口で、なんだろうな。結構ファンタジーの分け方も、まあまあ、恣意的に別にやってもいいんですが、D&D との絡みで言うと、どうですかね。まあ、ソード&プラネット、まあ、みたいな異世界転生ものみたいな切り口と違う流れでやろうっていう中から、ソード&ソーサリーを母体としてヒロイックファンタジーっていう形になったと。それの長編小説が、ドラゴンランスが代表的ですが、それで起こった小説ブームというのはここでは書いてる。載せたんですよね。そうですね。うん。で、それが00年代ぐらいになると、そういう小説はもう受けなくなってきて、RPG の世界を展開する中で、この、退院した、小説っていうのは必ず出してはいたんですが、それが不毛になってきて、キャンペーン設定、D&D のキャンペーン設定もかなり最近ではそんなに、力がないというか、感じになってたんですが、その後、2017年にクリティカルロールのブームというのが起こるので、そこからこの後、RPG 業界は世界展開、どういう流れで起こるのかって、まあ、結論としては動画配信みたいなことを絡めないとダメだよっていうことなんでしょうか。大体大きな流れとしてはそうですね。その文芸の立場から、いろいろ、ファンタジーを分類したりとか、そういう話になってくると、ちょっと、また、RPG とはちょっと、関係が、うん、希薄の面もあるので。いや、でも、一応私、ローカスのサブス、ジャパニーズサブスクリプションエージェントなんですよ。あ、そうなんだ。なので、そう。ちょっと、この、その話は、なんだっけな。ピーターソンの、資料のどこに書いたんだっけ。ポッドキャストというゲスト他多数の中から、ゲイリーコン2019年に、まあ、アペンディックス N というのはさっき最初に言った、AD&D のアドバンストファーストの最後に載ってたファンタジー、文学のリストなんですけれども、それの解説パネルというところに、ピーターソンと、元 TSR のジェームズ・ローダーさんという人、元 TSR、現ケイオシアムですね、この方。が話してる、パネルの、そのリンクを辿ってもらうと聞けるので、それでローダーさんとか、ローカスとかにちょっと聞いてほしいよね。もし可能なら、いつの話で、実際に、具体的に。うん、ローカスバックナンバーってどうやったら見れます？ローカスの古いバックナンバーってどこにあるんですか、ね、ウェブではね、昔のレビューとかね、載せてるとこ、公式サイトに結構検索できたりするんですけどね、ローカスってね。ローカスはね、だから単発的なんですよね、一定時期より前がね。ウィンターゾーンはかなり頑張って手に入れたんですけど。それとちょっと一回トイレ休憩もらっていいですか、私。はい。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ一旦、これ今日横山さんだけ、そうなんです。なんか、別に、はい、やりたいだけやっていってほしい。はい、まあ、ゲームウィザーズの、概要の話をまだちょっとしてないので、それを年表、まあ、年表を蓋せるぐらいなので、ちょっとその話を休憩帰ってきてから、ちょっとやって、っていう、切りにしたいと思います。はい、はいはい、じゃあ、再開ということで、よろしくお願いします。はい。じゃあ資料の、2分の2の方に戻って、エルシブシフトの話は、まあ、おいおいというか、まあ、いろいろ論点のある本で、まあ、おいおい
とっつきがいはある内容ですと。その次が、ヒーローズフィースト、オフィシャル D&D クックブックというやつですね。これ、なんか唐突に日本語版が出たんですが、これは、アート&アーカナを作ったテンスピードプレスというところが、料理本をたくさん出してる出版社で、簡単に作れるから出したっていうことを、ピーターソンは言ってますと。これ、日本語版がポッと出てですね、なんでみたいな感じだったんですけど、これ、翻訳するんだったら、アドアンダーカナの方にしてくれよ、みたいな感想を。まあ、それは翻訳機の手が空いてるからですね。うん。翻訳もまあ簡単にできるしっていうことだったんでしょうね。まあ、どうなんですかね。どれぐらい日本でこれ話題になったんですかね。でもこのあたりは、だから、桂さんとかの、とか、タデンさんとかのチームが、いろいろ持ち込んで、やってるわけですよ。なるほど。うん。滝野原とかじゃなかったかな、ヒーローズフィストって。編集加藤良、編集山田、優香さん、D&D 翻訳チーム。そうですね、柳田、桂、塚田、立野、滝野原ですね。はい。あった。うん。4000円ぐらい。まあ、ジョン・ピーターソン書いた本日本語にもなったと。だから、これは要は、このチームが定期的に翻訳をしていて、契約上の問題で、ご飯のラインが翻訳上がってきたのに出さないっていうような話が多分あったんでしょうね。いや、聞いてないからわかんないけど、見た感じ。うん、そう予想されると。それで、もうサイバーパンクとかのチームもやってるわけです。サイバーパンク2077、あ、レッドの方ね。2077の TRPG 感じね。とか、このタイトルとか、あとはガイアクスの電気とか、そういうタイトルを、こう、まあ、自然としているので。それと同じ出版社ですね、ボーンデジタル。はいはい。あ、まあ、まあ、ボーンデジタルはちゃんとした翻訳チームで本を出している、すごい。翻訳チームを組めば出せる。持ち込みだったそうですよ。持ち込みの企画で。だから、ボーンデジタルってでもガイアクスの電気、ボーンデジタルじゃないあれ、ボーンデジタルでしたっけだったと思います。あ、タイトルヒットの。悪印象がまあものすごい強いんで、そう見るとちゃんと作れる料理なんですね。全部再現できる。うん、なんかこれ架空かなんか、人参とか持ってると普通に作れる。こういうのは、でもファンタジー世界の一つの醍醐味で、それこそ、指輪大の香りうさぎり、うさぎ肉シチューとか、あったわけですよね。でもあんまりうさぎ食べてないですよ。確かに。だってあれはホビとラビットを食ってるわけだから結構すごい、シューなシーンです。なるほど。そうだったらか。いや、だって、ホビットの語源ってスラビットなんかイメージが。なるほど。その引きで出てきた。なるほど。その次のゲームウィザーズという本、エピックバトルフォーダンジョンズ&ドラゴンズですね。これが、TSR 内部の歴史本で、ゲイリー・ガイアックスは85年の12月に、自分が作った TSR から追い出されるわけですけれども、その後に、入ってきた、ロレイン・ウィリアムズさんの時代というのになるわけですが、ピーターソンは、まあ、こうやって資料を、DSR 内部の資料とかも持っているんですが、ロレイン・ウィリアムズさん時代の資料は、ベン・リグスという別の著者の方と、この資料を分け合うようなことをしたようですね。それで、ベン・リグスさんという人は、ウィリアムズ時代、TSR のですね、の歴史本というので、また別で、これは、スレイング・ザ・ドラゴン、A Secret History of Dungeons and Dragons というやつですけれども、これはこれで別の本で出てますと。で、ピーターソンが書いた方のゲームウィザーズ、は、そのアーネソンとガイアックスの有名な訴訟に至るまでに何があって、実際にこの TSR の内部の経済状態がどうだったとか、あとまあ、さっきも言ったガイアックスが、ゲームの歴史とか、会社の歴史とかを語るときにちょっと信頼できない点みたいなのをどんどん事実を全部クリアにしようという、本です。これも同じく MIT プレスで、あんまり、なんていうか、
大学出版局が出すようなテーマの本じゃないんですよ。だって、キャラクターのお家騒動の本を出すみたいなもんですよね。そうですね。そういうわけでそうなのかもしれない。まあ、やっぱりそういう外部の事情がこの RPG というものの成立過程を語る、後から見た歴史として語るときに非常に影響を及ぼしてしまったので、そこはまあクリアにしとかないとという動機があるのはまあ一つ言えると思うんですが、まあ確かにね、これ MIT プレスじゃなくても、作って出せば、重要のあるような、トピックですが、で、それを解説を、補足の B 使ってちょっとしましょう。補足の B のカンパニーの70年代ぐらいのところに行くと、ゲイリー・ガイアックスというのは、最初、自分の会社を作るときに、幼馴染のドン・ケイという人、と共同で立ち上げたわけです。ところが、ゼロ版の D&D が出たときに、ドン・ケイはそのすぐ後に亡くなってしまって、ガイギャックスが、ガイギャックスとドン・ケイと、多分、ブライアン・ブルームという、ゲームサークルにいた、このガイギャックスとケイよりは一回りぐらい、年の若いゲーマーがいたんですが、その人の実家が、町工場でタップ&ダイってわかります?皆さん。工具の。ネジを切ったり、ネジ山を切ったり、ネジ山壊れたやつを補修するためにまた、そうそうそう。そのダイ、旋盤加工のタップ&ダイを作る町工場の、息子だったわけです。ブライアン・ブルームというのが。それ、それをガイギャックスとケイのビジネスパートナーという形でいたんですが、ケイが亡くなってしまって、今度ガイギャックスとブルーム家、ブライアン・ブルームとあとその実家ですね。それで TSR の経営を行っていくという形になりますと。で、まあそこで結局コミュニティに対して力があるのはガイギャックス。だけど資本を抑えてるのはブルーム家みたいなねじれが起こってきてですね。この子でもまた D&D いろいろ、後に問題が起こるような種がまかれていきますと。で、まあ、ドラゴンというその、さっき言ってたプロジンとファンジン、の話で言うと、プロジンを自分のところで作るようになって、あと76年には、ミネソタから、共同、D&D の共著者のアーネソンを一回 TSR に入れるんですが、アーネソンは、半年だったか10ヶ月だったかで、TSR をクビになってしまうという問題が、起こります。そんで、このアーネソンがなんで TSR を辞めたのかっていう問題と、あと、首にしたのか、アーネソンが辞めたのか、退職したのかっていう問題はですね、これから長らくRPG 業界のこの76年の事件は、謎だったんですが、これはかなりこの本によってクリアになりましたね。まあ、ちょっと、あんまり、詳細は述べませんが、まあまあ、ああ、やっぱりこういうことだったのかというような。それで、その後、プレイングアットザワールドの段階では、その謎にあんまり迫れてなかったんですが、このゲームウィザーズではかなり、もうほぼ完璧と言っていいぐらい迫れてると思います。その次にエグバート事件というのがあってですね、これは大学生の男の子が D&D のプレイヤーが行方不明になって、それで全米でその子のを探せみたいな形で、D&D の知名度が一気に全米で大きくなるきっかけを作った事件です。で、そうか。フィクションの 80s のところを見てもらうと、その後この話が脚色されてですね、メイデズ&モンスターズ
日本語のタイトルはなんだっけ、トム・ハンクスの大迷宮だっけ。大迷宮。うん、そうですね。それになったりして、まあ、結構ね、これも世代によって RPG の世代によって知ってる人と知ってない人と、あと噂レベルで RPG はやると頭おかしくなるからどうのこうのっていうような噂が昔あったみたいなことを知ってる人と知ってない人といると思うんですが、この辺の話は日本にもかなり不鮮明な形ですけど、伝わってましたね、私の。90年の頃では、なんか、かなり都市伝説みたいに、アメリカで D&D やりすぎた後、行方不明になった子がいるらしいっていう話は。一応ですね、山本博士の RPG なんて怖くないっていう RPG マガジンに連載された漫画で、エグリバード事件出てきます。ああ、そうなんで、やっぱそういうところからでしょうね。ただ、正確に言ってますけどね、頭おかしくなるわけじゃないよっていう。うん、そうですね。まあそこから後に D&D バッシングとか、宗教界隈から、批判があったりとかして、それに、グレック・コスティキアンが、対抗で論を立てたとか、まあそういう歴史を RPG は持ってますと。で、同じ79年頃に、アーネソンは、D&D の権利について、というか、D&D のロイヤリティの最初の取り決め、ゼロ版を、OD&D を作った時には、10% がガイアックス、10% アーネソン、残りが会社という契約だったんだけれども、その79年頃になると、アドバンスド D&D というふうにラインが分かれたという話しましたが、そっちの方のラインからのロイヤリティが俺に来ないにはおかしいだろうというような、訴訟をするんですよ。で、そこで、やっぱりガイジャックスとアーネソンは、決定的に、道が別々になってしまうというか、それで争いが起こったというの。だから、アドバンスとファーストは、最初言った、何でしたっけ、トーナメント用の統一ルールっていう側面と、あと、別のゲームだから、アーネソンにはもう、別のタイトルにしてしまえば、アーネソンにはもうロイヤリティ払わなくていいだろうっていうような、プロットがあったんじゃないかというようなことで。アーネソンもクレジットされるようになるわけですね、確かね。エディアンディーをね。うん。ロファンっていう。アドの3っていうか。うん、はい。それは裁判の結果なの？そうですね。いや、入れるっていう条件でも返してる。なるほど。うん、それで、その訴訟が、パブリックになった部分となってない部分とあるんだけれども、81年に訴訟が和解されると。そうですね。まあ、そういう結果になったと。まあ、だからそういう、ゲームウィザーズの本は、章立てが完全に、年度ごとになっていて、この年にはこういうことがありまして、この年にはこういうことになりましたって言って、なってて、さらに、ショーの最後に、TSR Turn Results for 1982、1982年 TSR のターンの結果みたいな感じで、そこで、データですね、完全に出してます。収入がいくらあって、利益がいくらあって、従業員数はこれだけでしたとか、うん、ちょっと洒落た感じで、ゲームのターンの結果のサマリみたいな感じで、この年にはこれがありました。プレイヤーエリミネーテッド SPI とかですね。SPI 死亡みたいな。82年にはそういうことがあった、ありますよみたいな感じで。その後に、まあ、社内のゴシップみたいのもあるし、あとまあ、ファンにはすごく面白いところなんですけど、次のアートチーム粛清なんかすごく面白い話で、まあ、アート&アーカナのさっき話した本の中でも出てくるんですけど、やっぱり時代ごとのフレーバーがこう、パッと入れ替わるときって、アーティストやっぱり一番入れ替わったときがわかりやすいと。それで、この、OSR でよく、モチーフにされるような、こう、D&D の初期のアーティストですね。
初期のアーティスト、例えばエロル・ウォータスとか、デイブ・サザーランドとか、そういう人なんですけど、日本で有名な、ラリー・エルマーとか、ジェフ・イーズリーとかとかよりも、一世代前の人たちですね。前のやつですね。はい。うん。それが、まあ、まあ、補足の A で言うと、モルドベの81年版までの A の感じ。ちょっとなんかドロドロしいっていうか、ファン、ヒロイックファンタジーっぽいというよりは、なんていうんですかね。もうちょっとファンタスティックというか。で、それが、赤箱とか、赤箱、83年版の赤箱とか、アドバンスセカンドになると完全にその、フランクヘル・フラゼッタ・クローンと、まあ、簡単に言ってしまえば、の絵柄にパッと変わるとかっていう。じゃあ、それが、アートチームが、一気に入れ替えになった後ろには何があったかみたいな。この話も面白いんですが、まあ、はい、うん、あのね、まあ、コミックブックのコードに従って、こういう絵はダメ、ああいう絵はダメっていう風にしようっていう風に社内的になるんですが、それに反抗したりするやつとかも当然出てくるし、あと、まあ、もともと、RPG の絵を描いてる人たちがあんまりこう、プロフェッショナル画家ではなかったので、まあ、それが味にもなってるんですが、モジュールで、なんつったっけな、日本語版で、出たやつなんですが、ちょっと名前がパッと出てこないな。B3 って何だったっけ？アリクの瞳。アリクの瞳。シルバーパレスっていう、うん、やつなんですが、それの絵の、それの挿絵を作るときに、すごくね、うん、B シリーズの、はい、そうですね。あ、これか。出てきた。まあ今ちょっとスカイプの方に貼りましたが、こういう絵を描いたと。1枚目は女の人が縛られてて、それに怪物がたかってるやつ。これはコミックブックコード的にダメだろうと。はい、いう話になって、それに対して経営陣のブライアン、ブルームと、ブルーム家の人たちは怒ったわけですが、実は、この2枚目の方の、この3つの首の、これ写真ですね。3つの首のモンスターがいるやつ。これが全部 TSR の経営陣とか上役たちの、似顔絵を、こう、モンスターにくっつけて、経営陣をバカにしてるという絵なんですよ。一応、アリコの瞳ってのは、お姫様を助ける話なんですね。そうですね。それで、その中に、いろいろある、中で出てくるモンスターに、こういう、まあ、自分とかの経営者の似顔絵をはめ込んでみたりとか、そういうお酢酒が行き過ぎてしまって、それでっていう。まあ、だから、このあたりからだんだんその、なんていうんですかね、アンプロフェッショナリズムっていうんですかね。アマチュア出身、ゲーマー出身でやってたおふざけみたいなことがだんだん会社として許容するわけにいかなくなってきたってことですね。許容していたのかという問題なんですまあそういう、うん。まあ当時のイラストレーターっていうのはやっぱりそこまで外注するだけの予算がなかった。うん、いや、まあ、必要なことはちょっと一旦置いときます。なぜこれをこういうふうに書いていいのかという。ん？これをこういうのっていうのは、会社の。会社の、そうそうそう。漫画家でもこういうことは結構やって。いやいや、それは漫画家は自分のそう個人のプロダクトだからでしょ、それをやるのは。ああ。だって D&D のイラストレーターがそんなことやっていいわけないでしょ、普通に考えて。まあ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 。だから、外役ストーリーが書いてんだったら、まあ、しゃあねえかなでいい。考慮直前に差し替えたわけですね。うん。で、それがですね、まあ、これはピーターソンが明らかにしたわけではないんですが、0年代頃の D&D のフォーラムで、アートチームの粛清って何があったのっていうことを、話題になったときに、ああ、あれって元 TSR の、
なんだ、社員がですね、この、回収に、この、さっき出した二つの絵が入ってたバージョンの、出版物は、回収というか、裁断というか、出版前に取りやめになったんですけど、こういうのがあるんだよ、つって、その裁断前の、回収になった、出なかったやつをですね、ポンとスキャンしてネットにアップした人がいるんですよね。うん、それで、これを俺持ってんだけどさ、みたいな感じで、それを、この絵とこの絵があるだろう、そんで、これが、経営陣のお怒りに触れたんだよ、みたいな話をして、そういう、後からファンに聞かれて、明らかになったことっていうのが、こう、D&D の歴史でもいっぱいあるんですよね。そんなに、まあ、それで、その後、ガイジャックスの方は、何でしたっけ、アニメの作成をするためなのか、ブルーム家と単に、折り合いが悪かったからなのか、西海岸の方に別会社、D&D エンターテイメントだったか、TSR エンターテイメントだったか、ちょっと名前忘れましたけれども、ガイジャックスはそっちの方に、行くようになって、ブルーム家とはちょっと、まあ、音信不通ではないんでしょうが、あんまり経営の方に関わらなくなっていくと、その間に、ブルーム家が、会社の資産を浪費してですね、TSR は傾いたんだ。だから俺が戻ってきて会社を救わなきゃいけなかったんだっていうのがガイジャックスの主張するところなんですが、そこもかなり怪しいというかですね、ガイジャックスが言ってたこととはちょっと違う実態みたいなのもやっぱりありますね。なんかこう、従前たる信用に値する語り気はないです。そうなんですね。すごくやっぱりね、まあ、嘘つきとまでは言えないんですが、脚色というかね。あ、でも、事前とかそういうのはみんなそういうとこあるからな。うん。それをその、財務上の数字とか、いろんな傍証とかを、引いてきて、ピーターソンは、まあ、明らかにしていっています。嫌なやつだな。いや、まあ、本当に歴史なって感じではある。嫌なやつなんだ。嫌なやつ。ガイジャックスの虚職が分かれてる。うん。TSR がやっぱり、ここで思うのは、市場規模が相対的に大きいんだなって思います。それと、人が多いんだなって思います。うん。だから、この間の、まあ、横山さんにやっていただいた、ウィザーズの、まあ、そうだったし、まあ、なぜでもね、経済規模大きいからね。まあ、突然経済規模が分かって大きくなった会社は、急成長的な感じですね。いろいろこう、アンバランスでしたね。日本でもこういった話がある、カードゲーム業界とか、その業界に限らず。いやいや、デジタルゲームなんかそうなんですよ。そうですね。だからアプリなんかすごい有名じゃないですか、それこそ。やっぱり歴史化してるから取れるわけで、うん、過去の話になってるから、そういう人が存命放置はできないよねっていうところは。まあ、しづらいところはありますよ。しづらいよね。話してくれないだろう。そうですね。あ、そこで集めないと集まんないところだから。それはそうです。難しいところだよな。で、その後、入ってきたウィリアムズという、これ女性、ロレイン・ウィリアムズという女性ですが、この人とガイジャックスはじゃあうまくいくかと言ったら、今いかないわけですね。ウィリアムズのことを、ゲーマーじゃないのにゲーム業界に入ってきて、ゲーマーを低く見てるみたいなことを、ガイジャックスは当時の、ジェンコンとかの、オフレコ発言としてかなり言ってたっていう話もあるんですが、そういう、なんでしょうかね、文章とかで、裏取りができるものと、できないものとで、できない、このウィリアムズとガイアックスの間の関係みたいなところと、ガイアックスがウィリアムズをどういうふうに悪口言ったかみたいな話は、その後この本にはそれほど出てなかったですね。多分、やっぱりその裏取りができないからだと思います。で、ウィリアムズの方は、そういうふうに、まあ、自分に立てついて、悪口ばっかり言ってるガイアックスを、やっぱり自分の会社に置いとくことができなくなって、
あの、株式が買収という形で、あの、ガイアックスを会社から追放するわけですが、そこの、あの、経緯についても、これも非常に詳しく書いてありました。まあまあ、その辺が全部、あの、やっぱり歴史としてクリアにしとこうという、あの、本の意図は達せられてると思いますと。まあ、ガイアックスが出る85年の最後までで多分この本終わってたと思いますね。そのエピローグはそんなに長くなって、どうなったんだっけな。そうですね、その後のガイアックスのこともまあ、ある程度は書いてありますけど、電気の、何ですっけ、マイケル・ウィットワーさんの電気ほどは、焦点は当たってないです。で、まあ、こういうのが、やっぱり、どうやって D&D に影響を及ぼしたかっていうと、その年表で言うと、80年代のキャンペーンセッティングですね。ファーストエディションの時に展開してた世界は、グレイホークとドラゴンランスとあったんですけれども、ガイアックスを、ウィリアムスが、追い出した後は、グレイホークっていうのはすごく展開しにくい世界になってしまうわけです。ガイアックスがも、のプレイグループがもともとやった世界がグレイホークで、それってなんていうのか、最終決定権がガイアックスにあるというか、コミュニティもガイアックスの世界がグレイホークみたいに見てるからというか、それで、入れ替えるような形で、ドラゴンに投稿していたエド・グリーンウッドという人が持っていたフォゴットン・レルムズという、世界を TSR は展開することになって、こう、主役の座が入れ替わるみたいなんですね。そういうゲーム的なファンにとっても大きい出来事の、裏にはこういうことがあったという。やっぱそういうところから会社の内部のことまでやっぱりどうしても興味を持たざるを得ないというかですね。やっぱあるんですよね。D&D にしても何にしても。というところでゲームウィザーズは、大体その辺まで扱ってますと。あとはそのスレイングザドラゴンっていうのがちょうど、TSR が破綻していくところの話ですっていうところで話終わりだったんですけれども。これでもすごい面白かった。あ、面白かったです。ありがとうございます。はい。まあ、ベンジャースターワールドが絶版になったのってどのくらいの時かわかります？いやー、2018年ぐらいにはまだ変えたと思うんですよね。19年か20年だと思うんですけど。やっぱり理由がわかんないんですか？なんか他からすごい文句を言われたとか。いや、そういうことではないですね。多分私が思うのは、この方サンディエゴから引っ越してるじゃないですか。はいはいはい。現在メイン州在住で、多分サンディエゴで一緒に、立ち上げた協力者的な人と切れちゃったんじゃないですかね。まあ、奥さんなのか、誰なのかわかんないですけど、違いますかね。なんで本を絶版にして新版を出さないのかっていうのちょっとわかんないけど、多分そういう事情がなんかあるんじゃないかと思いますね。ただなんかこういう方向性を別にやめたわけじゃないですもんね。むしろ進めてるわけですよね。ゲームリザードを出してるってことはそうですね。多分、この時期を使った本がなぜか絶版になったというね。77ぐらいまでの本であればね、60終わりから77ぐらいまでの本が、絶版になって、代わりにそのゲームウィザードは、これは74から85です、ねうん、の本が出てる。まあ、アネソンとガイアックスの出会いが69年ぐらいなので、そこからともまあ言えなくもないんですが、でも、フォーカスしてるのは TSR の写真ですからね。どうなんでしょうかね。まあまあ、あとは、他の、なんだっけ、トランスメディアファウンデーションズの本に短くまとめたのももう出してあるし、みたいなことなんじゃないですかね。あとまあ、自費出版の本ってちょっと、やっぱ一段その、低く扱われるというか、それが嫌なのかもしれないですよね。そうで
このクラスだったら他がね、いくらでも広すぎるのかなと。ちょっとそれは本人に聞いてみないとわかんないですね。もうツイッターで。ツイッターでね、聞いてる人いるんだけど、いや、出ないよってしか言わないですね。あ、そうなんだ。